メロニューイヤーです。よろしくお願いします。どうも全員メロホロ。自己紹介していきます。ナミジクのモネ、黄色担当映画みモネです。モネくん、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 天使ラマンダブリースマイル、赤色担当山崎春菜です。春菜、今日は何の日でしょうか。今日じゃない。まあ、嘘、明日だった。みんな知ってるよ。まあ、正解言っていいですか。早どうぞ。じゃあ正解はクイズの日です。トゥルーン。おお、え、そんな反応。クイズの日か。そう、そうだね。だからさ、クイズしようって思ったの。で、なんかクイズって難しいじゃないですか、はい、問題考えるの。あ、はい、だから、はい、一番知ってる自分のことをクイズに出そうって。お、自分クイズ、春菜ちゃんクイズみたいな、モネちゃんクイズみたいな。わ、はい、かりました。いいですよ。いい、いいですよ。誰がいた。こっちから行きます。こっちから。なんだろう、何がいいかな。あ、じゃあまあね、最初なんで、うんうん、初級編。初級編、初級編、初級かな。じゃあモネクイズ、ババン。私の身長は何センチでしょうか。あ、これさ、これ簡単だよ。書いてある。どっかに書いてある。あるお、そういう感じか。え、これみんな答えられちゃうな。これさ、これどうやって答えるんですか。これ、だってこ出していいからさ。一人ずつ言って。え、みんなで言わない。みんなと言うんだよ。うん、え、だからせーのでよ。え、絶対無理じゃん。絶対聞こえないよ。絶対無理じゃん。じゃあ、3択とかにする。はい、じゃあ3択にします。1、151センチ、2、154センチ、3、155センチ。145 145 145。 OK。 ぽいやつね。ぽいやつ145。では、行きたいと思います。丸1、151センチだと思う人。はーい。1人。おお。丸2、154センチだと思う人。何人か。おお、多いかもしれない。多いね。多い多い。3番、155センチだと思う人。あ、これも多いね。おお。おお。2か3。おい、2か3。おい、1かもしれないね。ババーン。155センチでした。私がこれ高校3年生の時と同じ身長だ。中3。155だった。わお、中3で抜かされてんだ。さらに小さい方がいますからね。私はね、155センチです。そうなんだ。大体目の乳でいうと真ん中ぐらい。そうね、ちっちゃい言ってますけど、ちっちゃい子です。ね、ちっちゃいです。どちらかといったらちっちゃいゾーン、うん、ギリギリギリ。私からしたらみんなちっちゃい。あ、うん、それでした。はい、次。え、これ別になんかどっかに載せてるとかじゃなくてもいいんですよ。いいよ、はい、よ。じゃあ問題です。おお、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。私が初めて髪を染めた色は何色でしょうか。これ知ってるかも。すげー。1、赤色。2、金髪。3、青。はい。なんかでも言ってました。赤、金、青のどれでしょうか。決めた。みんな決めました。じゃあ、1番の赤だと思う人、はい。あー、ちょびっと。いいね。じゃあ、2番の金髪。おー、ちょびっと。ちょびっと。金ってぽいよね。うん、3番の青。はい。おー、すごい。やっぱり私の前世の青色が多いですね。では、正解発表します。正解は、ドゥルル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 ル
じゃあ私ですか。はい、じゃあ、どうぞ。どうしようかな。全然何もないじゃなかった。あれで、はなちゃん先に。じゃあ、いいですよ。じゃあ身長の話にしますか。あ、身長ですか。お、じゃあ、じゃあ私は、ある時から身長が止まりました。それは何年生の時でしょうか。1番小学校6年生、2番中学校1年生、3番高校1年生、どれでしょう。小6、小中高、中1、高1。これ言ってた気がする。言ってましたよね。なんか言ってる気がする。身長の話。いつだっけな。いつでしょう。わー、いつだっけ。みんな決めた心に。いきますか。決めました。はい、1番小学校6年生だと思う人。おー、ちょっといますね。ちょっといますね。2番中学校1年生だと思う人。おーい。3番高校1年生だと思う人。はい。まあ全部ぽいですね。うん、正解は中学校1年生です。早いっすね。中1から伸びてます。でも中1から149あるんですか。じゃあ中1の時は大きい方かもしれない。全然大きい方じゃなかった。あれ5番目ぐらい。5番目なんですか。なおちゃんって4番目か5番目ぐらい。これだと思ってた。一回もこれやったことない。僕ない。ないよ。こういう人がいるから私2番目いるんすね。一生これでした。威張れる。そう、大体2番目。私も意外と前から3番目とかでしたよ。中学生の時そんな時も。そんな時もあった。いい、はい、で、じゃあ私はちょっと難しくします。はなちゃん、こう見えて漢検5級落ちてます。落ちてます。こう見えて、いつ落ちたでしょうか。でるん、中学生。でるん、高校生。2番高校生。でるん、大学生。3ではあってほしくない。3ではあってほしくない。あってほしくない。だって決めたかい。大丈夫、決めました。だらん、1番の人。小学生だと思う人。中学生だと思う人。あー、いいねいいね。だって中学生だと思う。2番の人。高校生だと思う人。はい、あー、いいねいいね。あんま思いたくないけど。3番だと思う人。3番だろ。3番生。大学生。おいおいおい、5級って知ってる。何年生のやつですか。小学校卒業するとかじゃないですか。多分まあこれ私の記憶上なんで、まあ多分合ってるんですけど。で、2番でした。高1ぐらいの時に何かやった気がするんですよね。なんかめっちゃむずいよあれ。私は本当に私は言わないでおくわ。何ですか。かわいそうだから言わないでおくわ。かわいそうが一番よくない。中学校の時に準2級まで取りましたよ。おお、中学校はさ、何かが起こってるね。なんか身長が止まるのは同じぐらいじゃない。いろいろ違う。中学校の時に取りました。まあ世の中っていろいろあるよね。元気にやっていこう。大人にいたら100通りの人に。大人にはなれる。大人になれるからね。大丈夫。人間は大人になれる。それではそんな気を取り直して次の曲いきたいと思います。それでは聴いてください。つけ麺極める。つけ麺、つけ麺。Don't eat it.
ブレイジなっちゃって、お金もない時間もない喧嘩だけどそんだけ以上、私たちメノニューイヤーでした。ありがとうございました。